パックのレビューをね、ご紹介していきたいな。数ヶ月使ってみたけど、そっから感じたこと言うわっていう、長財布持つ方は基本的に大にしてくださいって言ってる理由は、はい、本日ですね、お客様からいただいたレビューをですね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、そのレビューは何かというと、今回このボディバッグのレビューをね、ご紹介していきたいなと思います。やっぱそれはいいこともあれば、悪いこともあるんですよ。これちょっとどうなんみたいなところもあったりするし、それがにあったら、数ヶ月使ってみたけど、そっから感じたこと言うわっていうお声もね、いただいたりだとか、それ以外に長財布入る入らん問題とかっていうのもありますので、その辺をねご紹介していきたいなと思います。これすごいのがですね、いろいろいただいてるんですけども、なんとボディバッグ大の方でも131件のレビューをいただいておりますし、ボディバッグ小の方でもね、約120件ぐらいのコメントで、合計230件40件50件ぐらいのコメントをいただいてるということで、本当ありがとうございます。まあここは正直悪いことも言っていこうじゃないかと。特にこれ抜粋した時に悪いのを引っ張っていこうということで、悪いのも引っ張ってこさせていただきましたので、しっかりそれは真摯に受け止めて対応していきたいなと思います。よろしくお願いします。まずはですね、ボディバッグ台の方、これ今僕が使ってるこれ台はね、ブラウンっていうやつを使ってます。歴代で言うと、これよくイベントとかで展示しますけど、ショーボディバッグショーのね、一番最初使ってたのがこれ1年ぐらい丸々使ってて、次の1年はこのキャメルっていうのを使ってたんですね。キャメルはキャメルで、またリュックとかに入れた時に見つけやすいっていういい特徴もあったりするんですけど、まあその辺とかも僕は女性用ですよとかって喋ってるところもね、レビューにありますのでお話していきます。まずは商品がいいと、で発想が早いと、で気遣いがいい、全てが最高ということでね、いい意見をいただいてありがとうございました。今回で、ジャパンメディア購入6回目になるんですけど、毎回思うのが、信じられないぐらいの速さで商品が届きますということで、やはり購入したものは早く手にしたいので、そこがとても嬉しい、ありがたいですというお声をいただいてるんですけど、基本的には当日発送というところを目指しておりまして、11時までのご注文は全て当日中に発送しますので、もしかして大阪とかやったら、もう翌日の朝とかには届いてますし、近畿圏内やったらその辺でも届いてんちゃうかなと思うんですけど、極力早く早くとやってます。で他にはね、ちょっとこれ微妙やったよという意見がありまして、これ何かというと、発送に際してチェックなど行っているのか疑問だし、他の方が言ってるような嫁蔵の手書きのメッセージがなかったから、サービスも一貫していただきたい、もう利用しないっていうお声をいただいて、これはもう真摯に受け止めようと思ってまして、実はこれ1年前2022年の11月22日にいただいたコメントなんで、これ以降はね、発送のチェックっていうのをダブルチェックに変えました。でなおかつ嫁とのね、手書きのメッセージも、これは入れるものやっていうのをリスト化してますので、こういうミスはね、これ以降は起こってこないようにはなりましたんで、そういうお声はなくなったんですけど、非常にありがたいコメントでありがとうございました。次、この方キャメル購入したいんだけど、黒とブラウンが品切れやってて、唯一残ってたキャメルを購入しましたと。以前拓蔵さんがキャメルは女性のプレゼント向けのカラーだとおっしゃってたんですけども、なんのなんの、全然メンズでもいけるカラーだと思いますということで、むしろキャメルも高級感のある色だと思いますということで喜んでいただきました。意外とね、冬場なんかはね、アウター黒ばっかりやからね、キャメル意外といけるんですよ。僕も約1年ぐらい使いましたけどね、まあ、夏場とかやったらちょっと明るいかなと思ったりするけども、冬でねオールブラックになってきたら、これはこれでまた生えてくるっていう感じなんですけど、まあそんなことで言っておきました。購入後3ヶ月のレビューですと、実際買ってから3ヶ月試した上で書いていただいてます。毎週末使用してますが、大きさもベストで、普段持ち歩くものすべて、キーケース、タバコ、財布、エコバッグ、スマホ、その他が収納できて非常に満足してますと。色は迷ったんやけども、ブラックにしたのでどんな服にも合いますということで言っていただきました。でこれね、いっぱい書いてくれてたんやけども、たまに長財布使うんですけど、ショーでも入りますよねっていうお声いただいて、確かに入るんですよ。ただね、これ台見といてください。台はもう全然楽勝で入ってるんですね。スポンって入った上で、入ってさらにまだ iPhone も簡単に入るっていうような状態になってるんですよ。ただ同じくショーの方にしてしまうと、財布、長財布はね、まあ入らんことはないんやけども、入れるときにこうギュッてこう詰めながら入れていかなあかんっていうところもそうで、出し入れしづらいじゃないですか。でさらにiPhone をね入れようと思うと、これ iPhone13 かな、なんですけど、これパーって入れようと思うとね、こんな感じではみ出ちゃうんですよ。でこれ以上入らない、中がこう分厚くなってはみ出ちゃうってことで、長財布持つ方は基本的に台にしてくださいって言ってる理由は、入るんやけど出し入れしづらいっていうのが一つと、スマホが全部入らんくなってくるっていうところで、長財布の人は大きい方にしてくださいって僕はいつも言ってるんですけど、そういったことでこのショーの方に関しては、ほんまに荷物の少ない人って思っていただければ結構かなと思います。まあ、財布と鍵しか持たんぐらいの人やったらちょうどいいんですけど、まだちょっと iPhone 入れたり AirPods 入れたりタバコ入れたりするってなったら、もうマストでこっちになってくるかなと思います。でこっちがお前高いから、こっちがお前買わしたんやろと思ってるかもしれないですけど、これはね、どっちにしてもただ革の値段がプラス1000円になったから、これ1000円上げてるだけなんで、どっち買っていただいても僕としてはあんま変わりないんですよ。やけど、まあお客さんの満足度的に、多分この人やったらこっちかなと思って一応説明させていただいてるので、まあ1000円高い方を選ばしてるっていうわけじゃなくてね、お前ただただ革代も1000円上がってるから、その1000円乗せただけなんで、まあ別に僕に見入りが多いとか少ないとかいう、そんな話はないと思っていただいて結構かなと思います。でそれ以外にあったら58歳の男性、革もノースエース
もブームになる前から知ってるバブル世代ですと、このカバンは最高ですということを言っていただいたりしてて、実際僕のお客さんでもおじいちゃんに買ったとかね、お父さんとお母さんに買ったとかね、義理のお父さんお母さんに買ったっていう方も多いし、僕の義理の父もね持ってるんですよ。で買うわ言ってなんか買ってくれて、お金いいですって言ってるけど買うわって買ってくれて、このキャメルを持ってるんですけど、他はねアークテリクスを使ってたんですけど、綺麗めな服装にちょっと合わへんということでこれを購入しましたと。で中にキーリング的なものがあればなお使い勝手がいいかなと思いますということで、確かにキーリングをね入れる用もね作ってもいいかもしれないですね。ただそれをするとかさばるっていうところもあるので難しいところではあるんですけど、確かに今後新しく出すんやったらねいいかもしれないです。これもはっきり言ってこのコスパで1万円ってもう多分もうこれ以上限界やと思うんですよ。もうこれ以上は多分できひんと思うけども、まあなんかいろいろ足していくと値段は上がってはいくと思うんですけどもね、違う商品でそんなんやってみてもいいかもしれないですね。これはこれでコスパ抜群でできたバッグとしてちょっと押さえときたいので、これはまあこのまま行きたいなと思ってます。で出張に黒を買いましたということで、切符スマホ等をすぐ取り出せるので使い勝手良かったですということで、重さについては軽くて全くストレスになりません、スーツにも合うバッグですと言っていただいて嬉しいかなと思います。で思ってたよりも小さかったと、このぐらいのバランスがいいだろうなと再確認しましたということで、台ですらそんなでかくないっていうことで、台と小がねどれぐらい違うのって言われるとこんなもんなんですよ。 2-3cm ぐらいで、高さに関してはほぼほぼ違い 1cm あるかないかぐらいなんで、台っていうとすごい大きいイメージあるんやけど、そんなにめちゃくちゃでかいわけじゃないっていう感じなんで、極力ね背負った時の見た目変えたくなかったから、台といえどもめちゃくちゃでかくすると見た目変わっちゃうじゃないですか、だからまんま変えんようにはしてますということでした。この方はね最高としか表現がしようがありませんということで、これお嬢さん多分喜びはると思いますけど、以前も紹介したことあるんですけど、小物とかはまあエルメスとかマウロゴベルナの製品もいくつか使ってますけども、それに勝るとも劣らない質感を感じましたというふうに言っていただいたりしております。これかなり原価高いんでね、このバッグいろんなものを持ってくれてる人はより感じるかなと思います。特にこういう高いものを持ってくれてる人は分かっていただけるとかね、嬉しいなと思います。もう僕作ってないんですけど、僕は口だけ出してるだけなんだけど、最初間違ってねこう通常サイズちょっと買っちゃったんやけど、実は台あること気づいてキャンセル依頼したところすぐに対応してもらいましたということで、まあ基本的には問い合わせから連絡いただけたら大体24時間以内には返信してますので、そこでキャンセルったらすぐキャンセルしますってなってくるんで、まあ、そういうのはすぐ言っていただけたら、気軽にね言っていただければいいかなと思います。バッグが軽くて小さくなるのと、ストラップ部分が細いものが多くて、上品でシンプルで機能的な小さめなバッグをずっと探してましたということで、僕もこういうバッグめっちゃ探したんですけどなかったんですよ。まあだから作ったっていうのもあるんですけど、僕はね自分で作ってるってよりかはもう消費者代表としてこんなんあったらいいよなっていうのをもう基本物にさせてもらってるので、よく工場さんからこれってでもこうした方が普通はいいですよって言われたりすること多いんですよね。ただ消費者的に考えたらこれあんまどっちでもいいんですよとか、いやここはこだわってほしいんですよとかって結構言うことあるんですけど、どっちかって言ったらマインド的には生産者っていうか消費者っぽい感じかもしれないんで、共感していただけて、ね、嬉しいかなと思います。どんどんいきましょう。サイトの動画や画像だけでは分からず購入をずっと迷ってたんですけども、購入して実際手に取ると映像よりもいい商品でしたと。ありそうでなかった、これまでに完成されたバッグに出会うことはほぼありませんということで言っていただいて嬉しいです。上質な革を使って絶妙なサイズ感が気に入り購入しましたということで、革に関してはね大も小も同じなんですよ。だからただ大きさが違うと思っていただければいいかなと思います。小さい方のバッグを購入したんですけど、スマホの出し入れがうまくいかなかった、さっき言った感じですよね。荷物入れると出し入れしづらくなってくるんで、で大きい方を再購入ということで、問題なく使えておりますということで、まあ、小さい方は小さい方でまたちょっとほんまに荷物少量しかない時なんか使っていただけると嬉しいかなと思います。で次は逆に小さい方ですね。小さい方の意見としては、まあ、40代の後半のおじさんが持つにしてもとてもいいですと。やっぱレザーっていう段階で大人は合うじゃないですか。子供の小学生にレザーって合わへんけども、まあ、大人30代以上になってきたら絶対合うから、まあ、衣装としてはいいんじゃないかなと思います。コンガーボディバッグ最高ですと。 YouTube で拝見してた以上に革の質感とか色とかゴールドの金具とか全てが最高でしたということで、皆さんこうやって言っていただけるね、映像とか画像よりいいっていうところが嬉しいなと思います。むしろ逆に映像とか画像の方が良かったって言われたらそれ詐欺になるからね。これ実際の方が良かったって言っていただけるっていうことが、逆に言うと僕の写し方が悪いっていうところにもなってくるんですけども、その辺はね物がいいということにしときます。ただこれデメリットというかダメな意見もあります。バッグについてはサイズ感質感ともに文句はないんですけども、プレゼント放送ということでプレゼントを放送していただいてなかったのが残念でしたということで、まあ、今はね無料でさせてもらっているんですけども、この時ねちょうど1年以上前なんですけど、2022年の2月っていう段階で本当に申し訳ないんですけど、もう完全に忘れててそのまま送ったっていうところがありましたんで、これ以降はですねお客様の要望のところに備考欄僕らが書くようにしてるんですよ。この人にはこれをやっていきなさいとか、これは必ずやりなさい、ラッピングしやなあかんでとかっていうのをチェック項目つけて
そのお客さんだけ分かるようにね印をつけてますので、まあ今は確実にできてるかなと思うんですけども、そういうのもまた要望があればおっしゃっていただければなと思います。ラッピングって言ってもほんま無料なんでそんな大したもんじゃないんですけど、袋にちょっと入れさせてもらってるという感じです。で本当に長財布が入らない、入れるものが限られすぎてると、 iPhone14 だとギュッとしないとスマホが入れづらい、これもまさにさっき言った通りのお話なんですけども、長財布が全然すっきりとこうやって入っていかない、そして無理やりこうやってガッて入れたのはいいんやけども、入れたら入れたでスマホが次は入っていかへんっていうことになってくるので気をつけてくださいということなんですけども、多分それ以降ね商品ページの方にも長財布使う方は大サイズにしてくださいって書いてると思うんですけど、そういう風にしてちょっと対応させていただいておりますので、この方にはね本当に申し訳ない思いをさせたなっていうことには思ってるんですけど、以後注意していきたいなと思います。で次はね普通やったよっていう意見が何個かありますので、それをお伝えしていきます。使用後の素直な意見ですと。で素材の感じとかデザインとかサイズ感はとてもよくできてると思ったんですけども、 iPhone12 の少し厚みのあるレザーの長財布も難なく収納できました。ただチャックの開閉についてなんですけど、開けるときは簡単に片手で開けるけど、閉めるときっていうのが片手で閉じれないので、ちょっとその辺の改良をしていただければなというふうに言っていただいておりました。開けるときはこうやって片手でピュッて開けれるけど、閉めるときは閉めれないので、これをどうにか改良してほしいというお声をいただいてたんですけども、まあ、今の段階で現時点ではちょっとそこが厳しいかもしれないです。一応まあ持ってもらうようにここに革をつけてるので、ここを持っていただいてこう閉めるというようなスタイルにはなってるので、片手で開閉できるバッグっていうのがね、また別の商品であったらいいかなと思うんですけど、これは一応片手で開閉できるようには作ってはないので、まあ、こういう感じで両方で使っていただけるのが一番いいかなと思うんですけど、そんなことをお伝えさせていただきました。やっぱ真面目な時は真面目に答えないとねいけないなと思います。物は良かったんですけど、こちらの確認不足で入り口が狭く長財布が入りませんでした。物がいいだけに残念ですということで、この上はね大変申し訳なかったです。また商品ページの方には、長財布の方はもう大サイズに行ってくださいっていう風に書かせていただいておりますので、ぜひぜひよろしくお願いしますという風に、それ以上もね、いろいろもうレビューの方いただいております。もうこれもう100個も紹介したらキリないし、合計270個紹介したらキリないんですけども、これね僕個人的に作ったデザインのことは一回置いておきましょう。僕のことを別に言ったって知らないから。ただ今までねこのボディバッグの修理って2000個ぐらい販売したのに1回あったかなかったかぐらいしかほぼ修理ないんですよ。だからそれがすごいなと思ってね、使う頻度とかにもよるんやろうけども、やっぱりねこういうアクセサリーってどうしても引っかかったりしたらちぎれたりすることあるんですよ。だから修理ってまあ月で考えてもまあ何人かいらっしゃるんですけども、ボディバッグに関してのこの修理って今まで多分ほぼほぼないんですよね。僕の記憶であったっていうと1回だけチャックが逆についてることあったんですけど、それも発送する前に多分気づいたかなんかで、それ以外の修理みたいなことがほぼほぼなくてですね、今の現段階ではないんです。ただ使ってる中でうわこれ劣化してきて修理必要やってなった場合はね、全然言ってきていただければ神奈川県の工場にね送らせてもらって、ちょっとこれ修理できますかっていう相談は全然しますんで、ほんまに困ってるよと、修理してほしくて困ってるって方は、宅蔵なんか修理がないって言ってたから言わんとこじゃなくて全然言っていただいて結構なんで、またそれはそれで Gmail の方に連絡いただけてもいいですし、インスタの方の DM でも何でもいいんでね、連絡くださいということになっておりました。僕自身もね YouTube やるまではねバッグなんかも持たんかったんですよ。で YouTube やりだしてからこのノースフェイスのバッグ持ったり、アークテイクスのバッグ持ったりしだした時に、スポーツ系はスポーツ系でめっちゃいいんやけども、大人っぽい服装する時のバッグないなっていうことでこれ最初作り出したっていうのが初めなんですけど、もうかれこれ2年ぐらいですかね販売させていただいて、これからも継続的にずっとやろうかなと思ってますので、またぜひぜひ気に入った方はね見ていただければいいかなと思いますし、気になる方もね見ていただければなということで、本日はですね皆さんのレビューをご紹介させていただいたというところと、改善とかもいろいろやっていきますよと、やってますよというところになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。